はい、こんばんは、はい、こんばんは。はい、始まりましたカモンマテリアル、はい、なんと、今日は10回目、はい、2桁になりました。はい、はい、まあ、実際生配信の分とか、はい、テスト配信が7回ぐらいありましたんで、そうですね、まあ、実際には17回目ぐらいなんですけど、まあ、うん、タイトルが決まってカモンマテリアルとしては、10回目。でも10回目ってなんかもうそんな気全然ないんですけど、はい、びっくりしました。1週間に1回撮ってる感じですよね。そうだから1週間に1回ペースでやり始めて、だいたい10回ぐらいやってるってことやから、もう10週間やってるんですよね、はい、あっちゅう間ですよね。2月半ちょいぐらいですね、うん、っていう感じですね。そうですね、うん、マテリアルの坂部です。はい、カムイのゆらです。よろしくお願いします。はい、前回なかったんでね、はい、そうですね。はい、そうか、うん、でもまあ、うちのね、うん、ライブ配信は毎日やってるんで、はいはいはい、そうですね、もうそろそろ50回目。おー、はい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 、あれ、ま、ナンバー 毎日ついてますもんね。はいはいはい、おー、すごいすごいすごい。だからその他でも撮ってるんで、うん、まあ、50本以上撮ってるんで、うんうん、まあ、とりあえず100本を、うん、とりあえず行こうかって。はい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 、なかなかでもあれ、そう、毎日撮ってると動画の数がゴンゴン増えてくるから、はいはい、結構管理大変ですよね。そうですね、まあそこまで管理はしてないんだりですけども。ああ、そうか。まあ、ライブ配信なんで、はいはいはい、サムネイルをちょっとまたね、はい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 、つけてるぐらいで、なるほどなるほど、中にこの編集したりっていうのがないんで、まあ、その辺は楽っちゃ楽なんですけど、うん、そうなんですよね、生配信の楽さってね、これだけ言わせてもらうと、うん、僕も毎週これ収録してるじゃないですか、はいはいはい、で収録してなんだかんだ言いながら35分ぐらいになるんですよ、今ね、あれ喋ってこれ喋ってそうですね、で、はいはい、35分ぐらいになると、つまり6分ぐらい切らないといけないんで、そうですね、もう毎回そのどこ切るみたいな話、6分でかいですね、かなりでかいです。2分ぐらいやったらね、サクッと切れるんですけど、6分かってなると、はいはいはい、ワンセンテンスバスッと切るとか結構やってますから、はいはい、なかなか編集としては大変なんですけど、だから僕はおすすめはやっぱり生配信です。テイクエンでいいですからね。そうですね、うん、まあなんやろ、そのテロップが入るか入れへんかぐらいの話で、そうですね、まあまあ話がね途切れなかったら全然生でも、ね、そう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 、そう、そう、生の怖いとこはね、そうです、話途切れたらどうしようみたいな、そうですね、魔の瞬間が来た時が怖いいうのは、うん、確かにありますけどね、はいはいはい、最近あれですよ、まだ、うん、まあ、録画している時なんですけど、うんうんうん、まだ梅雨、はい、明けてないじゃないですか。あ、はいはいはい、 今がね、はい、もうでもなんか、もうでも明日明後日ぐらいにとは言ってますけどね、はい、うん、でまあ今降ってないので、うん、まあ、ちょろっと降ったりやんだりはしてるんですけど、むっちゃ暑くなってきました、ね、ああ、もうムシムシ、もう超ムシムシ、もうこの今からまたさらに暑くなるんかと思ったら、もうほんまにゾッとしますね、はいはいはい、いや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 、僕だからね、昔一時期、はい、めっちゃ下駄履いてたでしょ。はい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 、もうね、下駄履き出したら、はい、靴下履くのが考えられへん。ほんまに下駄って気持ちよくて、うーん、裸足で木でしょ、はいはい、板でしょ、はいはい、もう何にも気にすることないっていうか、その蒸れへんから、はいはいはい、すっごい気持ちいいんですよ。あ、そうかそうか。で一回チャリンコを下駄履きながら漕いでて、はいはい、で信号で止まったんですよね。ほんだらたまたま隣に外人の兄ちゃんが来て、はい、とかってなんかとか喋りかけて、なんか喋りかけてきてるんですよ。はい、何喋ってんねやろと思ってて、で Are you comfortable? とかって聞いてくるんですよ。コンフォータブルって何やったっけ？って分からんけど Yes! って一応その答えて Yes! とか言いながらそのスーって言ったんですけど、後で辞書で調べたら快適かって聞かれたんです。そのシューズは快適かって聞いて、めっちゃ快適やでって言うたってよかったとか思って。そう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 、あ、もうね、一回下駄やり始めたら本当に多分ね、靴下履くその暑い時期なんて考えられへんようになると思います、ね、はいはい、そうでしょうね、うん、ただ僕の場合、うん、僕の場合というか下駄ってほら木やから、はいはい、アスファルトに負けるんですよ。負けると要は削れてくる。あ、はいはいはい、俺が歩いた後に木くずがあるみたいな、擦れてるというか、そう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 、カラコロカラコロやると、はいはいはい、そうなるんですよ。で、はあはあ、オフィスとか行ったら、うん、なんかカーペットっていうかあるじゃないですか、はいはい、そのカーペットに木くずがものすごいついてて俺めっちゃ申し訳ないなと思って一回あ、ね、ゴム貼ったんですよ、はいはいはい、ゴム貼ったら減れへんやろと、はいはい、ほんだらね売ってる市販のゴムって、はい、結構
きっちりしたやつかなと思ってたら、はい、案外 弱くてあの1週間ぐらいでボロボロって思って結局木がまた出てくるみたいな話になったりとかして、まあそんな削れてるってことですよね。そうなんですよね。まああの一説によると俺の体重があるからっていう話もあるないことはないんですけど。メイントークですね。今日実は僕はお願いしてる人がいるんですよ、はい、お願いしてる人がいるんですよ、はい、ちょっと呼んでみます、はい、あやすさん。はい、なんでしょう。はい、あの、はい、メイントークで喋ってほしいテーマなんですか今日お二人に。はい、はいはい、人を魅了する才能とはっていうので、人を魅了する才能とは、その数で止めてるのは何か意味がある。で、魅了する、魅了するですね、はい、今人を魅了す魅了する、まあ、ほらもう、いやそれを言ってたからの人を魅了する、数で止めるのはなんか意味があるのかな。いや俺も意味がないな最初から分かってたからすぐに書いてたけどね、はい、人を魅了す する才能とは、はい、はい、わかりました。はい、はい、ということらしいんですけど、はい、カリスマ性ということですね。ね、はい、何やと思います。僕的にはまあ基本的には、うん、言うとまあ自分をちゃんと伝えれるというか、はいはい、基本的にはですよ、自分がちゃんとさらけ出せるというか、うん、ちゃんと自信を持って自分っていうものをさらけ出せる人がやっぱり魅了できる人だと思うんですけど。なるほどなるほど、はい、僕ね、高校生ぐらいからめっちゃアイドル好きだったんですよ、はい、でまあといって別に僕らの時代で言うとおにゃんことかなんかいろいろいたけど、うん、はいはい、別にそういうのを追っかけをしてたとかじゃなく、うん、好きな、なんかこの子可愛いなと思った子が、うん、なんかスターダムにのし上がっていくんですよ、はいはいはい、例えばの南野陽子さんとかね、うん、スケバンデカ2で出てきたと思ったら、うん、この子可愛いな、これこの子いいなと思ってたらいつの間にかトップアイドルになっちゃうんですよね、うんうん、でそういうのが結構あったりとかして、はいはい、で何やろ、コマーシャルとかで気になる子とか出てくるじゃないですか、はい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 、でこの子絶対行くやろなと思ったら、うん、宮沢りえとかがポカリスエットで出てきてポーンってもらうとか、うん、すごいそういうのがあったんですよね、はいはい、で俺一体何を持ってこの子ええなと思ってんねやろってすごい思ったことがあったんですよ、はいはい、でそれからずっと俺の中でのテーマは一体俺はどこを見てんねやとなんかそういうことをずっと考えてたんですよね、はいはい、で結論はなんか若い時期は結論は俺がいいと思ったらスターダムにのし上がるらしいっていうなんかよくわからない自信で止まってたんですけど、最近さすがにそれはあかんとやっぱりそういう人を扱うことをやらなあかんから、はい、じゃあどういう何をもって彼女たちはすごかったりすんねやろなというふうに考えて、やっぱりそれはあるんですよね、うん、自分を持ってるみたいな、はいはい、例えば広瀬すずちゃんってね、はいはい、もう16、7で出てきて、はい、いきなり、うん、いきなりもう CM とかじゃなくてもういきなりあれじゃないですか、ドラマのヒロインから始まったりとかして、はいはいはい、でなんか可愛い可愛いっつっていろんなドラマ出るようになって、はい、いつの間にやらすっかり大きいところまで行っちゃったみたいな感じになってますけどね、うん、で彼女なんか、うん、自分がありすぎてわけわからんこと一回言ったじゃないですか。取材に来てくれた照明さんに向かってなんで照明さんなんかやってるんですかっていうなんか質問して一回も物議を醸したことがありましたよね。であれなんかも俺からしたらね、だって16、7、8の芸能界入りたての子で、はい、何も分かってなくて、で別に悪気があってなんかその、うん、なんていうの、上から目線で見下して言うてんじゃなくて、はい、この子素直に言うてんねやろなって俺思うんですよ、うんうん、で疑問に思ったんですね。そうそうそう、ほんまに疑問に思って私だったら照明さんなんかやらないけどどうして照明さんやってるんですかってほんまに思ったから言うてるだけなんですよ、うんうん、でそれってある意味イノセンスだと思うんですね、うん、はいはい、このイノセンスさ、いわゆるその天真爛漫というか、うん、その何を持ってとか、その、うん、あの人に言うたらあの人怒るかもしれへんなとか、そういう駆け引きじゃなくて、はいはい、もう私こうって思ったらもう口に出てるぐらいの、うん、でかつそれで怒られたらごめんなさいって言える、うんうん、あそうだったんですか、あ知らなかったごめんなさいごめんなさいって言えるイノセンスさ、人を引きつけるってやっぱり自分の弱さってみんな自覚してるじゃないですか、うん、よう言わんわそんなことって、うん、そのまさか照明さんになんで照明さんやってるんですかって、はい、そんな質問聞くかみたいな、 でも、彼女は聞いたわけですよ、うん、その自分の心に素直に、はいはい、だからその心の素直さを
表現できる人っていうのが、うん、僕はその何やろ、そういうの ほらあのカメラ通して見えるじゃないですか、はいはいはい、こいつ作ってんなとか、うん、この人絶対作ってないよなとか、うん、だからあの例えば僕はあの、もう自他ともに認めるあの新垣結衣のファンなんですけど、はい、で新垣結衣さんなんてのはあの逃げ恥とかでね、はいはい、すっげえ可愛いと思う。ついこの間もコロナであの再放送嵐になった時にまたあれが再放送されてあのさらに見直されたりとかしてた、してましたけど、あのそれなんで彼女はそういう風に見えるのかって言ったら、まあもう今や彼女は作ってますわ、はいはい、あのかつての彼女のようにイノセンスで全部をやってるんじゃなく、まあもう要求に応えるために、その要求に応えるために作ってちゃんとやってる、はいはい、プロの仕事をやってると僕は思いますけど、はいはい、あのなんやろ、でもかつてそうだった自分っていうのを持ってはるから、うん、そこのレベルまで持っていくことができるんですよね、うんうん、だからやっぱり、まあ、視聴者としてファンとしてはそこを求めるし、うんはいはいうん、だって31ですよ、31であの可愛さはちょっとありえへんじゃないですか、うん、でその可愛さっていうのはあの前にも言いましたけど、ほら例えばキルスティン・ダンストとかね、別にあのめっちゃべっぴんさんじゃないのに可愛く見えるんですよ、うんはいはい、仕草とかその、うんちょっとした、うん、あの笑い方とか、はいはい、息のつき方とかそういうところで可愛さっていうのは見せれるんで、うんうん、だから例えば女優さんなんかだったらもうほんまこの人ブサイクやなって、ブサイクキャラで売ってる人やのに、うん、突然なんかあのなん女出して、女出したその役とかが来たら、うん、すっげー色気を持って、うん、あの出してきたりとかしはるのは、やっぱりそこは僕はそのなんていうの、容姿、うん、その可愛さっていうのは、可愛さとか美しさっていうのはあの顔が整ってるとか目が綺麗とかどうのこうのとかだけじゃなくて、うん、やっぱり持ってる雰囲気をどう出すかっていう技っていうか、うん、テクニックみたいなのはあるんやろうなと思ってるんですけどね、うん、どう魅了する、だから魅了する力っていうのを、うん、まあその女優とかもその作れるからあれなんですけど、うんうん、根本的にやっぱり人として魅了できるっていうのは、うん、やっぱりその立ち止まってないですね、多分立ち止まってない人というか、うん、自分さらけ出しながらずっとこう何かをこう求めていくというか、うん、でそれに対して、うん、その見返りを求めてないというか、はいはい、もうそれがまあ なんか自分のこうやっていくことというか、うん、やるっていうか、なんかそういうところの、そういう人がやっぱり魅了していくんじゃないかなっていうのはありますね。そのなるほどなるほど、見せる、そのね、女優さんにすると、女優さんが俳優さんにするともう見せることが仕事なんで、そっちで魅了できますけど、魅了するって別にカリスマ性なくても魅了はされるじゃないですか、はい、あのいいっていう、はい、その、 あの例えば目が離せなくなるとか、あのそれこそ、何やったっけ、あの子誰、伊藤沙織、はい、伊藤沙織、はい、伊藤沙織さんとかね、はい、もうあのもうほんまこういう言い方したらあの失礼ですけど、あのいや失礼っていうのが失礼かもしれんけど、あの若かりし日の泉ピン子みたいな顔してあって、で声もハスキーボイスで決してセクシーな声とかではないわけですよね、はいはい、セクシー系とかではない。でもついこの間 NHK で夜ドラのあの光源氏くんでヒロインをやって、はい、千葉雄大くんの相手役で、うん、あの千葉雄大くんに惚れられる役ですから、はいはいはい、それ突き放す役やってね、うん、うん、だから それってその容姿ではないんですよね、容姿は関係ないと思います ね、 そうですよね、はい、でただそうなんだけど、そのじゃあみんながみんなあの、じゃあ主役ができるかってそれ違うじゃないですか、全然違いますよ、 ね、そうでしょ、はい、そうでしょ、主役ができる人とできない人いるじゃないですか、はい、でやっぱり主役ってあのその物語全体をリードする人だから、うん、あのまあもちろん脇役で魅了することもできるけれども、うん、みんながみんなそれができるわけでは決してない、うんうん、だからポジションポジションでその力をちゃんと発揮して、魅力あるキャラクターを、うん、演じれば、まあ、確かに魅了することはできる、まあ、だから助演男優賞とか助演女優賞もあるし、主演女優賞も主演男優賞もあるし、うん、あのそれぞれの役割の中でちゃんとその力が発揮できる人っていうことにはなるんだろうなと思うんですよ、はいはい、僕、うんうん、あの魅力人を魅了する人、
っていうことで言うとね、必ずしもあのトップに立つ人とか振り返られる人だけがそうっていうふうには僕思わなくて、まあ、それは絶対違いますよ。自分がちゃんとはあの出してるっていうか、うん、そういうふうにしてる人はもう誰でも魅力はあるんですよ。ありますよね、はい、そういうところですね、うん、僕が言いたいのは。だからうじうじしてて、うん、何言ってるか分からない人ってやっぱりそれ残念ながらあんまり魅力は感じないわけですよね。うん、で今ねちょっとまあ勉強してることがあって、うん、やっぱりあの、ね、自立してるんですよ。あなるほど、そういう人はなるほど、なるほど。結構ね自立してない人が多いなっていうのはやっぱり、ね、感じましたね。それをあのその自立が何やかんやっていうことを、はいはいはい、あの勉強してると、うん、あ結構自立してないと思って、うん、だからその違いがそうなんだ。自立するっていう自立っていう意味もやっぱ結構履き違えてるなっていうのも思いましたし、うん、多分その辺がまあ今ですけどね、今思った時にあその辺繋がったなと。魅了してるっていうか経済的自立もそうだし、うん、その精神的自立もそうだし、そうですね、で精神的自立なんていうのが結局そのどこから自立してるのかっていう話 で、ね、親から自立してるっていうのはまあ大人としては当たり前の話なんだけど、うんうん、実は自立してないんです ね、ね精神的に。だから例えば会社に依存してしまってるとか、うん、そうそうそう、彼氏に依存してるとか、そうそうそう、彼女に依存してるとか、そうそうそう、何かに依存、でも依存してる人多いよね。多いんですよ。確かに確かそこがなんかちょっと変わっていかないと面白くはないですよね。そうそうそう、もう、まあ、例えばじゃあ自分が魅了する人になりたいと、うん、いうふうに思うんであればまず最初に絶対その精神的自立っていうのは最低限必要ですよ、うん、だって経済的自立ってあのなかなか難しかったりする部分もあるじゃないですか、うんはいはい、状況的に。だけど精神的自立は決して経済的自立とはあのイコールではないですからね、はいはいはい、あの経済的にあの誰かに依存してたとしても、うん、精神的に自立してる人はたくさんいるんで、うん、精神的に自立してる人の方がやっぱ魅力はありますよね。ありますよ、絶対、ね、絶対出てくる、どんどん出てくると思います、うん、それの方が。だからといって自立してるからイコール魅力があるかどうか分かんないですけど、でも、うん、どっちに魅力があると言われたらそれは自立してないよりは自立してる人の方が魅力はありますよね。まあもちろんその容姿端麗であることに越したことはないけど、そうですね、うん、あの、あの容姿論ってこれ難しいんですけど、あの絶対あの僻む人たちが絶対出てくるから、あの私は容姿が端麗じゃないと思ってる人というほど確実に僻んでいろいろ言わはると思うんですけど、でも整ってるか整ってないかやったら整ってないよりは整ってる方がいいってみんな多分思うとは思うんですよね。でも別に整ってないからといってそれを卑下したり、はいはい、なんか隠そうとしてみたり、うん、なんかこう変えてみたりとかいうことするよりも、うん、それをだから何って言ってあのそれこそが精神的自立じゃないですか。そうですそうです、うん、負けるとかじゃないけど勝つとか負けるじゃないけどあの関係ないんですよ。そう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 、別にどうでもいい、自分に与えられたものなんでそれを自分がどう使うかなんですよね。そう、あとその辺気にするっていうことは人の目線を気にしてるだけでそこは気にすることが全くないのを気にしちゃうんで自立ができないんですよ。そうなんですよね、結局は。だからなんかなんていうんですか、芝居っていうかあのあれですよね、あの俳優さんとかでもね、はいはい、やっぱあのガンガン前出ていく人って前へ出てくるじゃないですか、うんはいはい、引っ込み思案で、うん、あのチャンスをずっと待ってる人って絶対無理です、ね、無理じゃないですか。もうだからそこの枠を多分超えた人がどんどん行くわけじゃないですか。だっておもろかったですよ、あの太陽のドロップキックで、はいはい、あの五郎役やってくれたあの工藤くんなんて、うん、あいつあのもちろんドロップキックなんかやったことないわけですよ、はいはいはい、で僕はあのごめんこの役はドロップキックができへんかったらあかんねんけど、うん、ドロップキックできるって、はいできますってあいつ言うんですよえやったことない、いやないですないのにできんの、あはいあの指導してもらったら大丈夫ですって言うてあいつ撮影であの肋骨痛めてますからね逆向きになった、そう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 練習してた方とちゃう方でやったから痛めた言ってねやってたけど、でもそれって何って言ったらやっぱり役もらうためにできるかできへんかなんかどうでもいいわけですよね、はい、とりあえずできます、ね、うん、だって俺できるっていうのが本当は分かったって言って採用しましたからまあそういうのっていきますよね、まあ、そうですね、まあ、あの次元の違う、その魅了するっていうのとは次元は違うかもしれんけど、はい、そのやっぱまあまあ自分があのいやできるんだって思って前へ出るということは最低限、やっぱり前へ出ない人より出る人の方が魅力ありますもんね、うん、そうですね、それは もちろんだと思います。そんな感じだと思うんですけど、はい、どうですかあゆさん、こんな感じで話は、はい、合ってますか。はい、ありがとうございます
あの、あゆさん OK 出たんで、はい、はい、次のコーナー行きたいと思います。はい、はい、あゆさん。はい、はい、どうも、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の週刊マテリアル通信はどんな内容ですか。はい、はい、イベントの内容をお知らせします。はい、8月8日明日ですね、はい、ラクザの音楽ライブがございます。お、来ました。はい、やってまいりました。ギターとつろいじゃみせんのコラボのユニットとなっております。ですね、8月18日なんかやろうよ大人の放課後ということで、副業などのテーマでみんなで意見交換会などをしたいなと思っております。はい、18時から受付して18時半スタート、21時頃までとなっております。入場は無料となっておりますので、お店のドリンクとか飲んでもらったらいいのでよろしくお願いいたします。はい、ドリンクは別料金ですね。ドリンクは、はい、はい、別途用意しておりますので、はい、よろしくお願いします。何曜日？18日火曜日です。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、21日、22日、23日で塚田真理奈監督の蔵の味の上映会になっております。来ましたね、楽しみですね。はい、はい、5回、ありまして、はい、3回がネットミーティング、 Zoom でのネットミーティングございますので、ぜひぜひその回にもお越しください。どんな内容なんですか。どんな内容なんですかね。どんな内容なんですかね。面白い、もうめっちゃおもろい、もう、あ、もう突っ込んでみてよかった。最高のパスやった今。めっちゃおもろい。はい、どんな内容なんでしょうか。はい、内容的には、まあ、あの塚田真理奈監督の実体験なんですよ。実体験、うん、はい、加速症ですよね。はい、加速症、うん、食べて、はい、吐いて、はい、というような病気があるらしい。はい、はい、はい、で、それで、まあ、高校生の本人が悩んでいく、うん、で、その、精神科に通うのかな、うんうんうん、あのカウンセリングで、そこで出会った、まあ、ちょっと精神科に通ってた患者さんと出会って、うん、で、その人とこう、あの、結構私生活を共にしていって、うん、ちょっとどんどん自分が治っていってこう変わっていくという。なるほど、なるほど、なるほど。うん、もうあれですもんね、あれもこれもう、2016ぐらいかな、4年前か5年前ぐらいの、あの、田辺弁慶映画祭のグランプリ合わせ4冠のね。すごいですよね、すごい、もうね、田辺が泣いたという、うん、すごい作品みたいな。そうです、楽しみです。もうめちゃめちゃ楽しみにしてますよ、はい、僕も。で、それが、チケットが、チケットが1000円、鑑賞料1000円、はい、でドリンクオーダー制となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、イベントは以上になりますので、はい、はい、私はこれで失礼いたします。はい、失礼いたします。あ、はい、こっち行けない。はい、じゃあもうそのまま行きましょう。はい、高橋さん。はい、はい、前に来ましたよ。はい、今日は自分のT シャツでございます。シノワコミュニケーション、高橋ひろゆきでございます。オリジナルマットゥーユーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週がですね、はい、本数が多すぎてクレームが来てます。今週は2本だけに絞らせております。はい、ます、はい、で、先週は、実はてんてんてんが好きやって言いましたけども、はい、はい、私がもう一つ好きな時間軸の話でございます。はいはいはい、時間軸が好きでね、はい、で、これが、この間、ラブレター、はい、ラブストーリーをやりましたけど、はい、これも坂部さんに見てほしい作品でございます。はい、はい、ラスト5イヤーズということで、これはミュージカル映画ですね。うん、で、今度は一本の映画なんですけども、うん、実はこれ一本の映画なんですが、女の人はですね、別れから出会いまでに時間軸が進んでいくんですね。で、2人、男の方は、出会いから別れまで、この映画が一本の中でですね、そういう進行の仕方ですね。はいはい、これ、あの、トニー賞を取った、ミュージカルを映画化した分で、2人が結局、気が合うのは結婚式の時だけ。それ以外は全部、この一本の映画の中ではちょっと心が離れていってる。だから映画中盤を中心にですね、こう入れ替わる、時間軸が入れ替わっていく、そういう作品でございます。はい、非常にいい作品でございますね。監督はですね、マディソン群の橋の脚本を書いたリチャード、また
ラグラウェネーズです、はい、字ですみません、あの点々がつくと読めないです、はい、でキャッシュ役はですね、アナケンドリックでございます。これさえと、トニー賞とかね、アカデミー賞、女優賞もノミネートされてまして、トワイライトとかイントゥーザウッドのシンデレラ役をやった方でございます。10月2日公開予定のアニメ、トロールズミュージックパワーっていうののメインの声優さんでございます、はい、これぜひとも見ていただきたいと思います。で、この映画は14曲歌うんですけども、はい、そのうち11曲は撮影中に同時録音したという、だから内パクではないっていう、はい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 、流しながらやるんですかね、だからそういうやり方をしてます。ただこれね、はい、映画のサイトのレビューはね、評価が悪いです。あら、なぜ私がおすすめするのか、サイトではレビュー悪いですよね、うん、あそうですね、はい、前回もそうでしたね。そうです、そうです、ね、はい、あのベルベットレインがいまいち、そうです、だからこれね、時間軸を把握できない人はね、見ないでください。あ、いいです、時間軸を把握できる人だけ見てください。もういいです、そう、分からない人が見たって絶対面白くないんで、なるほどなるほど、はい、分からない人だけ、はいはい、すごい、よろしくお願いします、はいはい、これ、DVD のレンタルになっております、はい、もう一本は明日、8月8日土曜日から、はい、神戸元町映画館と九条のシネルーボで公開があります。新作でございます、はい、今岡健二監督のですね、レイコいるからです、ひらがな全部レイコいるから、はい、これレイコは、少女の名前です、はい、イルカはスマスイのイルカの話です。はい、結局これ震災の時ですね、夫婦の子供が亡くなってしまうわけです、ね、はい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 、それでちょっと、夫婦がギフシャクして離婚してしまうんですけども、うん、その23年間、その震災から23年間の、まあ、お互いのどうですかね、まあ、人との触れ合いを描いてる作品で、23年後に出会って、思い出の、まあ、スマスへ行ってイルカショーを見るっていう、あのね、もすごい暗い映画かなと思ったんですけど、全然暗くなくて、神戸一応長田とか映ります、私の生まれ、はいはい、生誕地も映りますので、ね、ぜひと見ていただきたいと思います。本当にね、震災やからね、なんかジメジメするので、はいはいはい、出だしはねちょっとねそういう感じで始まるんですけども、うんうん、全然違います、うん、これ、主役が武田亜紀さんといって、これ映画出演で関西の演劇界では割合名前が売れてる方とお聞きしております。そして、はい、武田亜紀さんですね。で、相手役が、茅谷秀俊さんで、花火とか下妻物語で出ております。はい、下妻ね、あと徳光睦美さんとか、あと上西さんね、天安寺の上西さんとか出ております。はい、はい、そんで神戸出身の俳優さんも出ております。神戸映画でございます。ぜひともご覧いただきたいと思います。はい、はい、今日は日本です。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、エンディングなんですけども、はい、はい、なかなか今日はあれですね、思い通りにならない日でしたね。なかなか楽しいな。でもこういうのも楽しいんですけどね。これ10回っていうのがちょっとテンション上がった。あ、そうなんか、ね、盛り上がってしまったという、はい、こっちの気持ちの中で決める、はい、なんかね、はい、なんだろう、でも10回って全然意識してないんで、はい、回数は全然そんなあれでもないんですけど、でもなんか なんでしょうね、今日なんか面白い、結構話が、はい、盛り上がってしまったがために時間全く、はい、コントロールできずにそのまま行ってる感じの話が多いじゃないですか、はい、今日の話題って多分ずっと話してますそう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 、うん、そうそう、これがもし生配信やったらえらいことになっているというパターンのやつやと思うんですね、はい、まあ、たまにはこういうこともね、はい、あっていいかと思うんですけど、はい、面白いよね、こう打ち合わせで今日に限って俺オープニングは5分でメイントーク15分でとかって時間を全部区切って言うたはずなのに全部倍ぐらいになってるからね、ネタがないと思ってたのに、ね、その割に喋ってませんからね、はい、2週間分ぐらい撮った、いや、もうかなりでもこれ2つに分けようかな。はい、まあまあまあ、はい、楽しみにしていただければと思いますが、まあ、こんな感じでまた、はい、20回目30回目、迎えて頑張っていきたいと思いますんで、はい、また来週も見てやってください。はい、どうも、はい、はい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 、今日もありがとうございました。ありがとうございました。